皆さんこんにちは、ネイリストのあすかです。今回の動画はプロのネイリストさん向けリアルな水面ネイルの作り方をご紹介します。ゆらゆら光り輝く様子が本物の水面のように見えるこのデザインは、マグネットジェルと粘土ジェルを組み合わせて作っています。100円ショップでは手に入らないプロ向けの材料じゃないと作り出せないので、今回はネイリストさん向きのデザインとなっています。ネイルサロンで再現できるよう細かく説明していますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。まずは爪全体にブラックを塗っていきます。今回は地爪が透けないマット系のブラックを使っていますが、半透明なシア系のブラックでも OK です。マット系のブラックだとキリッと締まりのある印象になるし、シアー系だとふわっとした印象に仕上がります。ここはお好みで選んでくださいね。全体に塗り終わったら硬化します。次にマグネットジェルを準備します。今回はこちら、オッシュのメルティングマグネットミラーパウダーのシルバーを使います。このパウダーをクリアジェルに混ぜ合わせておきましょう。このデザインで使うマグネットジェルはシルバーがおすすめです。そして大事なポイントがもう一つ、マグネット粒子が細かいものを使いましょう。こちら左側はギラギラと強く光って見えますが、右側はチュルンと艶やかに見えます。これはマグネットジェルの粒子が大きいものと小さいものとで、この違いが生まれています。今回のデザインでは光の筋を強調したいので、こちら粒子が細かいものを使っていきます。マグネットジェルの準備ができたら、爪全体に少し多めに塗り広げます。全体に塗り広げたら、磁石を使って輝かせていきましょう。まずは爪全体をキラキラにしていきます。四角い磁石を使う場合は、爪の真横から近づけていって、爪の隣まで来たら、クイッと上にひねって、キラキラを左側に寄せます。同じようにして、左側から、上から、下から磁石を当てて爪全体をキラキラにします。次に四角い磁石を2個準備します。この2つの磁石を縦に2つつなげましょう。つなげた磁石を爪の横から当ててクロスを作ります。最終的にはこんな形を目指して磁石を当てましょう。ここでのポイントは、磁石を爪に対して斜めに当てること。そしてくっきりした光の筋を作るために、ギリギリまで磁石を爪に近づけること。こうすると白い光の筋がくっきりと浮かび上がります。またこの部分のように
マグネット粒子がグラデーションになっているところを残しておくのもポイントです。この後カラージェルを上塗りすることで白いマグネット粒子の部分に色がつきます。そしてマグネットジェルは磁石を離した瞬間からキラキラの粒子がぼやけ始めてしまうので、磁石を離したらすぐにライトで硬化するようにしましょう。硬化したらこの上に半透明なシアー系のスカイブルーを塗っていきます。ここでは必ず地爪が透けるカラージェルを使いましょう。マグネットジェルの白い粒子にシアー系のカラーを上塗りすることでカラーチェンジすることができます。これは下地にブラックを塗ったおかげです。全体に塗り終わったら硬化します。次によりリアルな水面に仕上げるために粘土ジェルをのせていきます。アレルギー対策のために手袋を着用してから粘土ジェルを適量取り出します。ウッドスティックにくっついてやりにくいときはエタノールをつけてから触りましょう。一旦爪の上にのせたら爪全体に広げます。粘土ジェルは爪全体に広げると爪が太って見えやすいので爪周りだけは薄く伸ばしておきましょう。真ん中は多めに、周りは薄くすることですっきり見せることができます。全体に広げたら水面のデコボコを再現します。ネイルブラシのお尻の部分を使ってランダムに押し当ててデコボコを作りましょう。時々爪全体のバランスを見ながら進めていきます。デコボコを作ったら爪周りをすっきりさせるために軽く整えます。爪周りをすっきりさせたらこのままネイルライトで硬化します。最後にノンワイプトップコートを全体に塗って仕上げます。せっかくの凹凸が埋もれてしまわないようにトップコートは薄く塗って仕上げましょう。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。見る角度によってキラキラと輝く本物のような水面ネイルが出来上がりました。プロ向けの水面ネイルの作り方いかがだったでしょうか。細かな粒子のマグネットジェルを使うこと、すぐに硬化すること、シアー系のカラーを上塗りすることでしっかり再現できますので、皆さんのサロンワークにお役立てください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。